はい、ブルテリアジュニアお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということで今日、まあオンタイムですね。オンタイムちょっと早いぐらいに終わりました。まあ、今回あのブルテリアジュニア今までね1面とかでやってたんですが、今日は2面でやってバチッと終わりましたね。はい、でちょっと今日はねあのやっぱキッズということで、あの最初バタバタして俺もあの運営の方っていうかその場内整理の方入ってしまったんであんまり試合の方見れなかったんですが、後半の方はしっかり見ました。はい、ということで、北出君どうでしたか今日は。はい、やっぱキッズは年々レベルが高くなってきているそうですね。うん、もう 誰に聞いてもそう言うと思うんですけど、うん、あとちょっと個人的にこの試合ですね。ああそう、今日のベストマッチはね、選手もすごい正田青龍対河津光志、ね。はい、僕レッツやってたんですけど素晴らしかったですね。なんとねあの今日、この大会の前日に行われた呪術甲子園で優勝した河津光志を決めた正田青龍、強いですもんね。そう、正田青龍リアネキドチョークで一本勝ち、非常に良かったですね。でやっぱこの正田青龍河津光志ね、やっぱ同い年ということで結構色帯の時、キッズの時からずっと試合やってるみたいなんですよね。まあ、ライバル関係ね。そうですね。けど、あの正田青龍がバッチッと勝ったと。なかなか決めさせる選手じゃないと思うんですけど、きっちり決めました、ね。そうです。その川津講師もあの、はい、オープンクラスは、きっちり勝ちましたね。ということで、自分なら青帯はこの、川津講師、正田青龍が非常に、印象に残ったというところですね。あと個人的にはですね、やっぱりあれですよ、吉村千奈ですね、あの見どころ紹介みたいな感じでやった時もそうなんですが、あの本当一時期はねずっと負けてたんですが、この間のねあの JBJJ と全日本キッズでも、はい、勝って、今回も勝って、今回はなんと腕十字で一本勝ちです。非常に良かったですね、吉村千奈で、あの妹のね、妹も勝ちました。ゆずはも勝ちましたということで、姉妹で、あの吉村姉妹はいいんじゃないでしょうか。非常にね、いい試合をやって勝って、ここら辺も良かった。あとね、この、ティーン黄色帯の石原翔選手もう2試合とも連続一本勝ちで優勝、はい、ここら辺はやっぱもう下馬評通りですね、はい、ここら辺はね。あとは、この安田凛太郎、これも良かったですね。2試合とも三角締めで一本勝ち、やっぱね1本で決めて勝てる選手って非常にいいと思いますね。なんかここら辺も良かったです。だと三角とかちょっと取りきれないとかあるんですけど、うん、頭引いちゃいけないとか、そうそうそう、そうなんですよね。2回取り切るのは素晴らしいですね。はい、で形入ってもなかなか取れないってキッズはまあ取りがちだったりするので、やっぱ三角からの、はい、三角に取ってからの腕十字に移行みたいなのがあると思うんですが、はい、三角できっちり取り切ったのは非常に良かったなと思っております。で、あと今回はね、またチームポイントあって、やっぱこの千葉、舞浜でやってるから、やっぱパレスは千葉が1位、はい、で2位がカルペディエム三田じゃない、カルペディエム全体で取りましたね、うん、カルペディエム全体で取って、けど、まあ、選手いっぱい出したのは三田なので、やっぱ三田の選手は非常に良かったけど、河津講師も青山の選手なんでね、でやっぱそこら辺もチームポイントに貢献してると思います。で3位は野伏と。いう感じで、やっぱ今年はいつもキッズたくさんすごい出てきますね。そうですね。で、あと、まあ、エクストリームエビナも非常に出してるんですけども、はい、エビナはね、この大会の前日のね SGF の呪術甲子園と、はい、プレ呪術甲子園の方を出してたので、キッズは2日連続になってますね。そっちでね、ちょっとバラけちゃったかなと思っております、はい、けど非常にね、今回も見どころ多かったので、あと個人的にはいつもキッズたくさん出てるカーロス・トヨタ先生のアカデミーが、はい、そういえば今日いなかったな、そうです、やっぱ昨日出てましたね。はい、はい、こちらに集中してたんですね、はい、はい、そういうことなので、これも、非常に良かったと思います。また試合の動画の方はね、呪術プリストとかでも、紹介しようと思いますので、そちらの方をお楽しみください。